雪山城は、石川県金沢市、宮野町に所在する安土桃山時代の日本の城。下越国境上跡群及び道として、2015年10月7日に、小根城、小原越と共に、国の史跡に指定されている。1、切れ、山城。2、小原古史。3、小根城1582年、天下統一を目前にした、織田信長が倒れた。 本能寺の変の直後に山崎の戦いで明智光秀を撃った橋場秀吉は自身の天下統一に向けた活動を先鋭化し翌年の静ヶ岳の戦いで柴田勝家を滅ぼした続いて1584年には織田信を徳川家康連合軍と衝突し小牧長久手の戦いが勃発したこの信長に仕えて越中に進出していた 笹成政は、前年の静ヶ岳の戦いでは秀吉に降伏することで、越中を維持していたが、小牧、長久手の戦いが起こると家康に接近し、一転して、反秀吉の動きを見せた。これにより越中の成政と、秀吉方である加賀の前田利家との間で、軍事的な緊張状態が発生し、下越国境には、多くの山城が築城されることになった。 この城西軍の最前線に作られたのが、切山城と小根城である。雪山城は、森下川とその支流の切山川、清水谷川の渓谷に挟まれた、標高139メートルの丘陵上部に位置する。上域は、南北250メートル東西200メートルの規模を、餅、車屋、霧岸、掘り土掘り、矢倉台、歩行などの遺構が残る。 近世の地市島では、前出し家臣のふわ彦こ像が守備に入ったと伝わる。また、切れ山城のある、丘陵陵線上には、北陸道の脇街道の一つである山越道、小原越が、切れ山城跡の南端に沿うように通っており、一部の道筋は、狂わないに取り込まれている。小原越を東に向かうと、下越国境の小根城に至る。東側に大規模な横堀を設置し、 その方向からの攻撃を強く意識した構造となっているため、前田軍の城と考えられている。これに対し、小根城は、西側に大規模な横堀を持つため、佐々軍の城と考えられ、佐々・前田両軍が、雪山、小根領城を最前線として睨み合う状況が推定された。加えて、小根城では、古い芳原越の道筋が幅25メートルの大規模な、 堀り切りで寸断されていることが確認されたが、これは道路を戦時封鎖した状況を示す意向として、初の検出事例となった。さざ、前田氏による緊張状態は、1585年に、秀吉が自ら越中に出陣するに及んでなりさが、降伏し、越中西部を前田と品川が掌握したことで解消した。これにより切れ、山城、 小根性もその役割を終えたと考えられている。節山次郎と小根性及び小原一は、食法機における有力武将らの軍事行動や、緊迫した状況を如実に示す、上郭移行であるとして、2015年10月7日に国の史跡に指定された。ありがとうございます。